こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、ホワイトハウス YouTube チャンネル、バイデン動画のバットがやばい。アメリカ大統領選終止符がついたね。バイデン大統領誕生みたいなね。まあネットでめっちゃいろいろ言われてきてたけどさ、あれ何やったんかなってのは思わん。まあもしかしたらそのまだなんかあるんかもしれんけども、就任式もね普通に行われて決まったやん。なんかあれって思ったね、ミルキーブルー。でね、早速ね、まあその昨日の何就任式とか、バイデンが大統領の椅子に座ってる動画とかがねあるっちゃけど、それをねホワイトハウスの YouTube チャンネルが上げておったよ。たらね、バットがやばいことになってるっちゃんね。まあ、日本でもね、嫌われてる芸人とかめっちゃバットが伸びるけど、なんと大統領がその状況になってる。まずちょっとそれを見てみて。やばくな、1万よ。ていうか8万ぐらいしか見てないし。でそれでバット1万でいいねが数千とか数百やけんね。これはまあこれがまあ全てを物語ってるっちゃけどね。なんかやっぱああいう形で選ばれたらこんなことになるっちゃんね。まあとにかくね、今後アメリカがね、早速トランプがやってきたことを全部覆そうとしてるやん。どんななるとかやなね。言論弾圧も心配やし。まあ、ミルキーブルーの予想としてはトランプがね、新しいプラットフォームを作るんじゃないかなと踏んどっちゃけどね。まあ、どうなってくるかわからんけども、まあ、とりあえずバイデン大統領に決定したということで、まあ、それは現実なんでね、受け止めて、今後ね何が起きるかまだまだ見守ろうと思うよ。もしかしたらミラクルが起きるかもね。ではご視聴ありがとうございました。バイデンのバットに驚きましたよ。ではまた。